皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は、少し趣向を変えまして、このスラム奏法、今まで何回か紹介させていただきましたけれども、こんな。こんな感じのアコギをバシバシ叩くスラム奏法を使って、マルーン5のディスラブという曲をですね、一緒に練習してみたいと思います。まあ、なんでこの曲にしたかといいますと、まあ、単純に僕が好きというのもあるんですけれども、すごいリズミックな曲なので、スラム奏法が取り入れやすいかなと思ってチョイスをしてみました。まあ、もちろん中にはそのディスラブを知らない方も多いかと思うんですけれども、ぜひ練習してみていただければなと思います。まあ、いろんなパターンだったりとか、いろんなテクニックだったりとか、そういったものをですね、このレパートリーの一つとしてストックしておいて、まあ、いろんなものにですね、いろんな曲にこの応用できるようになると、またスラム奏法すごく面白くなると思いますので、ぜひとも頑張って習得をしてみてください。それでは、最初から最後までこんな感じのアレンジになりますというのを少しやってみたいと思います。あんまりこの、ね、大きな音が出せる環境ではないので、ちょっとホガ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 となってしまうかもしれませんけれども、あんまり気にしないでください。とりあえずこんな感じのアレンジになります。やってみましょう。感じのなんかいろいろとリズミックに弾いてみるアレンジになっております。とりあえず1本目のこの動画はここで終わりなんですけれども、その次の2本目の動画で、A メロの部分を練習してみます。イントロとか A メロ。で、3本目の動画で、サビとかを練習して、4本目の動画でこの構成を、ね、このまとめる練習なんかもしてみようかなと思いますので、まあ、できれば順番にご覧いただけると良いかなと思います。それでは興味がありましたら次の動画へどうぞ。